グローバルブランドのポジションを構築する,築する上では重要な地域の一つがヨーロッパだとすれば世界的な経済の成長センターは中国、インドを中心とするアジアにありますユニクロは来年秋南アジア地域への進出の第一歩としてインドのデリーに同国の一号店をオープンします中国と同じく今後はインド抜きでは世界一になれない やるのであればゼロからすべて新しいやり方でやる従来の概念をすべて捨てて自社の組織仕事の仕組みそのものを作り変える世界中の人々と一緒に服を作る全く新しい情報製造工業になる目指しているのは全員が経営者になること